こんにちは、ケイドアです。今日はモースニュースまとめやっていきます。春といえば桜なので、僕は桜を予想していたんですけども、今回トールが受信化決定しました。反射バランス型ゲージなしですね。超 AGB アンチダメージオール、妖精キラー L、鉱物キラーあったと思うんですけども、それはなくなりましたね。爆発 SS を持ってまして、友情コンボがロックオンワンウェイレーザー EL と超落雷っていう風になっております。まあ、やっぱりキラー持ってるっていうところがポイントだと思いますので、友情コンボにもキラー乗ってくる、ゲージなしの殴りにもしっかりキラー乗ってきますので、まあデーバーだったとかめちゃくちゃ楽になるんじゃないかなというふうに思います。まあデーバーだった以外ではちょっとまだパッと思い浮かばないんですけども、まあキラーが乗るところでは結構友情コンボでも採用できる可能性はあるんで、キラー L っていうところはやっぱり評価できますね。実装日は3月の31日火曜日というふうになっております。そして次の新イベントなんですけども、モンスターアニメのキャラたちが登場します。イラストめちゃくちゃいいですね。まずゼフォン、反射ゲージスピード型、スピード型なので超線形つければさらに速くなるんですけども、まあ、むちゃくちゃ足が速いキャラですね。超アンチウィンドダッシュ持ってて、艦隊を組むとすごいことになると思うんですけども、まあ、現状このアンチアビリティが大活躍するっていうところが多分ほとんどないと思いますので、使い勝手がまだよくわからないんですけども、明日の新情正義でもハマる可能性あるんで、非常に高難易度向けかつ、まあ、未来投資のキャラかなっていうふうに思います。 SS で貫通変化できるのもねいいかなというふうに思いますので、友情で何とかするようなキャラじゃなくてアビリティで勝負するキャラかなっていうふうに思います。2体目レヴィ、貫通ゲージバランス型、まあまたモラルぶっ壊すんかっていう感じなんですけども、なかなか珍しいバイタルキラーを持ってます。SS が自強化プラス固定砲台から、まあ、レーザー攻撃ですね。そして友情コンボが追従型貫通弾と超評価というふうになっています。まあ、バイタルキラーはゲージなんでね、殴りにしか乗ってこないんですけども、しっかり殴ってあげればどんな敵にも最初は 1.5 倍の火力入りますから、まあ、意外といいキャラかなっていうふうに思いました。まあでもね、水属性のキャラ本当に飽和状態なので、まあ、別にそんな欲しいとは感じなかったですね。3体目駿河と貫通ゲージバランス型、トリプルアンチアビリティを持ってまして、まあ、近畿17とか使えるかなと思います。 SS が自強化一定期間アップ、友情コンボが長距離プラズマと長距離貫通拡散弾っていうふうになってます。まあ、これもねそんなめっちゃ欲しいっていう感じにはならなかったんで、最近のキャラが本当に強くなってるなっていう証拠だと思うんですけども、そんなに惹かれなくなってる自分が怖いなというふうに思いました。 SS 打った後は友情コンボにもね倍率とか乗ってきますから、より友情が強くなります。マインスイーパー L っていうところを評価したいなというふうに思いました。降臨キャラは普通だったので今回省かせてもらいます。そして3月30日はモンストの日というところで、引き換えアイテム皆さんご確認ください。そして明日からね、新城聖域新聖地追加なんですけども、それに伴って聖域の狩人が情報修正します。まあ、このデータは多分この動画出してる頃には出てると思うんですけども、今日の17時からデータ配布開始なので、皆さんぜひごチェックください。さらにモンストアニメ映画化決定しました。ルシファーのやつですね、6月公開予定というふうになっております。コロナ次第では多分伸びる可能性はあるんですけども、現状はこんな感じですね。そしてドンキホーテコラボというものがあるんですけども、まあ正直これはそこまで皆さんには関係ないかなと思います。まあこれは結構グッズ展開が多かったので結構今回省くんですけども、皆さんに関係あるところで言うとこれですね、ドンキコイン、今までね結構あった吉野家コインとかと同じなんですけども、コイン集めるとレベルの書とかビスケットと交換できます。さらにドンキコインで引き換えられるコラボクエストがありまして、初クリア報酬はオーブ5個、まあこれも運極できるんでね、運極増やしたい方はぜひやってみましょう。以上、内容としてはそんなに濃くなかったんですけども、まあ情報はいろいろありますよというところでございました。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお待ちしております。それでは、バイバイ。